チャッキー王子の一人ごと、えー、スターウォーズ新三部作の話でございます。えご芸あれですかチャッキー王子です。おはようございます。こんにちは。こんばんは。おやすみなさい。これから行く方、いってらっしゃい。はい。なかったことになりませんかね本当にひどいですよね。まあ、あのー、 一番ひどいとされているのは、エピソード8、最後のジェダイなんですけども、かなりひどいですね。僕はリアルタイムに、えー、小学校の時に、スターウォーズ、エピソード4、新たなる希望をね、ね、えー、映画館で見たので、えー、まあ、小中と通して、えー、帝国の逆襲、そして、えー、ジェダイの復讐と、期間ではなくて復讐ですね。 を見て育った世代なので、この新三部作のえ出来の悪さにも、イラッと来てましたね。えー、フォースの覚醒の時もやばいかなと思って、やってることはスターウォーズと同じことやって、デススターの代わりにスターキラーが出てきただけで、あの、主人公が女性のレイになっただけでね、レイですか。レイっていう少女になっただけで、 ルークは出てこないですしね。な,なんだかなぁと思って見てたんですけども、もう最後の時代はもうルークが、フォースが超能力になっちゃってですね、えー、大気圏で影響せずに、えっ、ー、と、テレポーテーションできるとか、あと、フォースを使って、あの、テレパシーで会話するとか、あのー、えー、 と、ルークがそこにいないのに実像を表して、えっ、ー、と、いたふりをするとか、えー、まあ、ルーク、ね、最後死んじゃうんですけども、えー、消えますやんか、消えた後に、確かね、あの、有機物は残るはずなんで、えー、右手じゃなくて左手はサイボーグなはずなんですけども、サイボーグの左手は残るはずなんですけどね、 で、スウィングで来るかなと思ったら来てないですしね。なんだかなで、ねライアン・ジョンソン監督で行く、もう全部行くって言ってたのに、結局最後は JJ ・エブラハムスでスカイ・ウォーカーの夜わけでしょで、スノークっていう存在が何なのかもわからなかったのが、実はねっていう、うん、 皇帝がクローンになって生き延びてて、んで、レイが皇帝のパルパティンの孫っていう設定で、えー、ちょっとなんで、カイロレンとキスする意味もわからないしね。作り直してくれないかななかったことにしてほしいよ。 同じ頃やってたスターウォーズストーリーローグワンは泣きましたけどね、よくできてましたんですが、この本編でね、一番腹が立つのは、あの、永遠のアイドル C3PO と R2D2 が全然出てこないっていうことですね。BB8 って新しいドロイドは魅力ありません。アきキ言って。うん。えー、まあ、もったいないなぁ。 で、ね、ライトセーバー戦も、あの、エピソード1,2,3の凄さは全然ないし、うん、で、なんで最後に、レイはスカイウォーカーを名乗るんでしょうか。あ、血筋ないのにね。うん、まあ、自作ができることが決まってますんで、それは安心しているんですけれども、えっ、ー、と、12年頃の話は、 一年に二回やるらしいですよ。はい。ということで、えーと、残念でした。チャッ教室でした。チャンネル登録よろしくね。